本日のテーマはこちら、雇用継続給付について。雇用継続給付は高齢者や育児休業者が長く働き続けられるようサポートすることを目的としているんです。雇用継続給付の種類は以下の3つ。高年齢雇用継続基本給付金、育児休業給付金、介護休業給付金。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も働き続ける方で、60歳以降の賃金がそれまでの 75% 未満に低下した場合に支払われます。育児休業給付金や介護休業給付金は、育児や介護が必要な親族がおり、やむを得ず仕事を休まなければならなくなった場合に支給されます。ただし、どちらも復職することが前提とされていますので、覚えておきましょう。その他、様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは、概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では、皆さんいつも高評価やコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆様の参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。